皆さんこんにちは鶴ヶ市長の淵上です市民の皆様には新型コロナウイルス感染対策にご協力いただき感謝申し上げます新型コロナウイルス感染症につきましては福井県内では9月12日まで福井県緊急事態宣言が発令中ですがクラスターが連鎖し多くの人が感染する感染爆発直前の 状況となっております本市におきましても7月下旬より連日複数名の感染者が確認され1日の感染者が10名を超える日もあり危機感を強くしているところです県外由来系統による感染者が多数発生しており特に県境をまたぐ移動・旅行等については引き続き 慎重な判断をお願いいたします。また職場内や家庭内での感染も多いことからご家族や職場の同僚知人など身近な方が濃厚接触者などになり PCR 検査を受けることになった場合その結果陰性が判明するまでは自宅待機などの対応の徹底をお願いいたします。 これまで保育園や学校において陽性者が確認された時点で休園または休校の措置をとっていましたが現在は園児児童または生徒等が濃厚接触者となった場合でも休園または休校とし PCR 検査の陰性が確認でき次第再開する対応をとることで感染拡大を 抑えようとしておりますどうか皆様のごご理解とご協力をお願いいたしますますた一時新規予約受付を停止しておりました新型コロナウイルスワクチン接種につきましては国からのワクチン供給のめどが立ちましたので8月30日月曜日から予約受付を再開いたします。 ワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症症症の発症予予防防や重症化予防に効果があります。ワクチン接種を希望する方で予約がお済みでない方は予約できる日時にも限りがありますので早めの予約をお願いいたします同時にキャンセル待ちの受付も開始いたしますので希望される方はコールセンターへ 電話にてお申し込みください。マスクを外した状態での会話は大きなな感染リスクとなります。福井県で提唱している「お話をマスク」を徹底いただきご家庭内でも体調不良の方がおられる場合やいつも一緒にいるご家族以外の方と接する場合などはマスクの着用をお願いいたします。新型コロナウイルスに 感染すするリスクは誰にでもあります感染された方はもとより検査を受けることになった方献身的な対応をしていただいている医療従事者の方々への誹謗・中傷事実に基づかない情報発信などは絶対にしないでください。感染がこれ以上の広がりとならないよう強い危機意識を持って感染対策に 取りり組んでまいりまいす市民の皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。